ダーリーン・ルース・ハードは、アメリカ・カリフォルニア州ロサンゼルス出身の女子テニス選手。1950年代後半から1960年代初頭にかけて活躍し、4大大会で女子シングルス3勝、女子ダブルス13勝、混合ダブルス5勝を獲得した選手である。最盛期の1960年には、全仏選手権と全米選手権の女子シングルス年間2冠と、 マリア・ブエーノとのペアで、全仏選手権、ウィンブルドン選手権、全米選手権の女子ダブルス三連勝を成し遂げた。彼女のテニスは、どの技術も生き生きした男性的な力強さにあふれ、とりわけ、ボレーとオーバーヘッドスマッシュで攻撃力を発揮した。ハードは1953年から選手経歴をはじめ、1954年の全米選手権で初めて、 ルイーズ・ブラフトの準決勝に進出した。1955年の全仏選手権で、ハードは、女子ダブルスと混合ダブルスの2部門制覇を成し遂げ、ダブルス選手として、最初の成功を収めた。1957年の全仏選手権女子ダブルスで、シャーリー・ブルーマーと組んで2年ぶり2度目の優勝をした。あと、ハードは、ウィンブルドン選手権で、女子シングルス、女子ダブルス、 混合ダブルスの3部門すべてで決勝に進出した。アリシア・ギブソンと組んだ女子ダブルスとメルヴィン・ローズとの混合ダブルスの2部門で優勝したが、女子シングルス決勝ではギブソンに3から6、2から6で敗れた。ギブソンはこの大会で黒人テニス選手として最初のウィンブルドに優勝者になった。1958年、ハードは 全米選手権の女子シングルス決勝にも初進出したが、ここでもギブソンに6から3、1から6、2から6で競り負けた。この年から1962年まで、ハードは全米選手権の女子ダブルスで5連覇を達成する。1959年のウィンブルドン選手権で、ダーリーン・ハードは再び女子シングルス、女子ダブルス、混合ダブルスの3部門決勝進出を果たすが、 この年も女子ダブルス、混合ダブルスの2冠獲得で止まり、女子シングルスは2度目の準優勝に終わった。2度目の3部門決勝進出は女子シングルス決勝で敗れた相手がマリアブエの女子ダブルスのパートナーがジーン・アースで混合ダブルスのパートナーはロット・レイバーであった。翌1960年にハードはテニス経歴の最盛期を迎え全仏選手権と 全米選手権の女子シングルスで初優勝を飾り、ブエノとのコンビで、全仏選手権、ウィンブルドン選手権、全米選手権の女子ダブルス3連勝を成し遂げた。全仏選手権の女子シングルス決勝で、ハードは、ヨララミレスに6から3、6から4のストレート勝ちを収め、ここで4大大会女子シングルス初優勝を決めた。ウィンブルドン選手権では、 ロッド・レーバーとの混合ダブルスで2年連続優勝を果たすが、女子シングルスでは準々決勝で、サンドラ・レーノルズに不覚の敗戦を喫してしまう。全米選手権では、ハードはブエノとの決勝対決を6から4、10から12、6から4で制した。パートナーのマリア・ブエノは、年頭の全豪選手権の女子ダブルスは、クリスティン・トルーマンと組んで優勝したため、1960年は、 ブエの一人について、女子ダブルス年間グランドスラムが成立する。1961年の全米選手権で、ハードはイギリスのアンヘイドンを6から3、6から4で破り、女子シングルスに連覇を達成した。1962年、彼女は初めてオーストラリアに渡り、キャリア唯一の全豪選手権に出場する。オーストラリアの地では、ハードは女子ダブルス。 混合ダブルスの2部門は準優勝したものの女子シングルスは準々決勝でジャンレヘンに敗退した。3連覇を目指した全米選手権でもハードは決勝でオーストラリア女子の第一人者マーガレット・スミスに7から9、4から6で敗れてしまう。1962年全米選手権の女子ダブルス決勝でハードとブエノは ビリー・ジーンもフィットカレンサスマン組を4から6、6から3、6から2で破り、ハードはこの部門で5連覇を達成した。しかし、1963年の全米女子ダブルス決勝でマーガレット・スミスロビン・エヴァーン組に6から4、8から10、3から6で破れたことにより、ハードは全米女子ダブルス6連覇を逃した。彼女の4大大会シングルス成績は、 1963年のウィンブルドン選手権ベスト4と全米選手権のベスト8で終わっている。1963年女子テニス国別対抗戦フェデレーションカップが創設された。ダーリーンハードは第1回大会のアメリカ代表選手に選ばれ、ビリー・ジーンもフィット、キャロル・コールドウェルと共に最初のフェデレーション杯でアメリカチームを優勝に導いた。 ハードのフェデレーション派出場は最初の一度だけである。それから6年後の1969年、ダーリーン・ハードは全米オープンの女子ダブルスで7年ぶり6度目の優勝を果たす。テニス界は前年の1968年からオープン化措置を実施し、プロテニス選手の4大大会出場を解禁したため、大会名称も全米オープンに変更された。ハードは 全米オープンの女子ダブルスで、フランソワーズ・デュールとペアを組み、マーガレット・スミス・コートバージニアウェイド組に0から6、6から4、6から4の逆転勝利を収めた。こうして、ハードは1963年ウィンブルドン選手権、以来6年ぶりの4大大会タイトルを取り、総計21勝を獲得した。1973年に国際テニス伝道入りを果たしている。 ありがとうございます。